こういう山形の自然にあふれた環境の中でこういう美術っていうものに携われるっていうのはいい環境で勉強できてるんじゃないかなと思います。全身でこの山形という地を感じて制作に励めることが幸せだなと思います。使ってる自分の素材がすぐ近くにもいっぱいあるっていうのも面白いし、自然に感動しましたね。本当に四季がはっきりしてるんですよ。のどかで居心地がいいなって、なんか水にも囲まれてて、なんか空が広いというか開けた空があってすごい開放感があったんで、教授との距離が近いっていうのがやっぱり一番かな。学科の人数が多くても60とかで、少ないとやっぱそれだけ仲間との関わり合いとかも増えるので、そういうとこがすごくいいなと思います。他の学科の先生とお話できたりとか、本当にいろんな方面の人が集まってなんかいろんな話をしてくれるので、講義としてもオムニバスの形式だとかで楽しいです。地域に密着してるっていうのが他の大学では学べないので、まあ、まさにこの大学がローカルの土地にあるっていうところで、地方で何ができるのかっていうところをすごく考えられます。いつでも新しいものを取り入れようと変化を恐れない、とても面白い大学だなと感じてます。同じ志を持った人たちがこう来るので、やっぱいろいろいい刺激もらったりとか、自分も負けてらんないなって思う。じゃあねー。